はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画関数の第14弾やっていきます。で、今回はこの2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、いつも通りちょっと画面を後ろに下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと下げますね。よいしょ。えい。あっ。ちょっと待ってね。よいしょ。もうちょっとかな。少し曲がったね。ごめんね。ちょっと曲げていいですか。失礼しました。よし。じゃあやっていきましょう。で、今回は、まあ、いつもと比べると、少しシンプルというか、まあ、やりやすい問題にはなってるんですけど、結構、こう、うっかりミスが出てきたりとか、ド忘れでね、あれ、どうやってやるんだろうみたいなことが起こりやすい問題かと思って、この2問取り上げました。じゃあ、1番いきましょう。で、まあ、この図があって、まあ、関数が書いてあると。で、y イコール4分の 1x2 乗って書いてあるので、まあ、いつも通り、情報をね、書き込んでいきます。で、ABCD があって、AD がその L 上に乗ってる。で、BC が X 軸上にあると。で、この時、頂点 A の座標を求めなさいと。で、まあ、ここまで細かくしなくてもいいんですけど、まあ、X 軸の上にね、座標があるって言われたら、この2箇所の Y 座標は0だよね、もう。で、決まってるので書き込んでもいいかなと思います。自分はやっちゃいますけどね、結構。で、ここを求めたいと。で、基本的には求めたいところを文字を使って置いてってやっていくのがね、一番やりやすいやり方にはなるんですけど、今回、あえて D を、ここを文字を使っておきます。で、自分はいつもよくT っていうね、文字を使っておくんですが、それ別に違う文字でもいいからね、いいんですけど、D の X 座標を T っておくんです。まあ、これは基本的に X 座標を置いてください、文字で。で、その時に、例えばじゃあ A と B を使って、おね、おなんだろう、文字を使ってやっていこうと思った時に、A、B って置いちゃダメです。できる限り文字は少なくしたいので、文字1個でいきます。じゃあ、こっちどうするってなった時に、まあ、いつも言ってますけど、関数の問題出てきたら、今この二次関数の曲線上に D って乗ってますよね。上に乗ってれば代入して OK だと。もういうルールがあるので、じゃあ、X が T って置いたから、X のとこ T 代入しちゃおうぜ。代入したら、Y イコール4分の 1T2 乗になります。つまり、Y イコール Y 座標が4分の 1T2 乗って置けるじゃんって。こういうことがわかるんです。こうすれば文字1個で済むからね。で、こうするとですね、こっちの A の座標が自動的にわかります。で、これはですね、まあ、二次関数の問題で正方形が絡む問題でちょこちょこ出てくるんですけど、まあ、正方形の特徴としてよく覚えておいてください。これ、ここにまあ一辺置いてるからっていうのもあるんですけど、図から判断して、A と D の Y 座標、まあ、高さの部分ね、って同じですよね、必ず。正方形だから。ってことは、A の Y 座標もこれと高さ同じだから、4分の 1t 二乗ってわかります。で、二次関数って Y 軸のこう線対称、左右対称になってる、こっちがね、対称になってると。ってことは、ここが T だったら、こっち側はマイナス T になりますよね。こっちが T なら反対はマイナス T だと。って置くことができる。で、ここが置けるとですね、ここもわかるんです。なぜなら、D と C ってこうまっすぐ同じだからね。ま、上から下に下ろしてるだけなので、X 座標は同じ。t、こっちは同じ、マイナス t って4箇所もわかるんです。で、最初にね、この a を求めたいから、ここの x 座標 t って置くこともできます。できるんですけど、できれば、今回 d を、ここをね、t って置いたんで、当然 t は正です。もし途中式を書くんだったら t はね、大なり0とするって書いてください。0より大きいよってわかるように、図的にここにあるからさ、必ず。で、できれば、正の場所を t って置きたいんです。負って置いてもいいんですけど、こっち負って分かっちゃってるんで、マイナスだからさ、x 座標が。だからこっちを置いた方が計算は楽です。計算というか考え方が楽になります。でも、こっちを置いても解くことはできるんですけど、今回はこっちで行かせてください。で、4箇所、座標を置けました。この後どうするかっていうと、
今正方形何が使えるか、正方形は全部の辺の長さが同じです。当然ここもここも同じで、まずこっちから行きましょう。ここは D の Y 座標です。高さだからね。だからそこの長さは当然4分の 1t2 乗、ここの部分ですね。で、わかります。じゃあ、ここはっていう。結論から言うと、ここ 2t になります。2t。で、図から判断して、右側は t で、左側は、t。だから合わせて 2t だよって考えてもいいんですけど、例えば、真横の線、関数のね、時にね、関数の時に真横の線の長さ出したい時、右側にある x 座標から左側にある x 座標を引いてください。右から左を引くんです。これ y 座標の時も、まっすぐの時は上から下を引くことで出すことができます。だから t からマイナス t を引いて、ちょ、書こうか。t マイナスマイナス t だから 2t なんです。ここの長さがね。で、図で考えるんだったら、ここの x 座標、つまりここ、右側が t です、長さ。で、左側は座標はマイナス t ですけど、長さは t だよね。これね、まあマイナス t、t って言われても分かりづらいかもしれないけど、ちょっと説明しようか。例えば、a の座標が、じゃあマイナス3の5って。これ勝手に俺が決めただけね。って分かるとします。その時に、ここマイナス3です、座標は。でも、ここの長さはマイナス3って言わないですよね。3って言わなきゃいけない。なぜなら長さにマイナスはないから。この座標っていうのは位置がマイナス3の場所にあるよって言ってるだけですけど、結局はこっから1、2、3離れてるので距離、長さは3になります。で、同じように考えると座標がマイナス t でも長さは t なんです。だから t と t 合わせて 2t って、そう考えてもいいんですけどね。たださっきも言ったように、まあ右の座標から左にある x 座標を引けば出すことができますので、まあ覚えておくと他の時にも活かせるかなと思います。で、話を戻して、結局、この4分の 1t2 乗、これと 2t が同じなんだよ、正方形だから。で、それで式作って、あとこれ解いていきます、これをね。で、これ左辺に移行すると、で、忘れずにイコール0、ね、書いてください。これ下まだ入るかな？あ、もう一個いけるね。で、この後なんですけど、t をただくくり出してもいいんですが、個人的には分数もくくり出してほしい。ってのは個人的な思い。だから4分のこっち書こうか、4分の 1t をくくり出します。こっからで、前のここを t だけにしたいんだよね、できればね。で、後ろの部分、分数くくり出すの苦手な子もいると思うので、これね、結論から言うとマイナス8になります。で、この分数のくくり出し苦手な方は、考え方としてもう一回この4分の 1t を配ったら、分配法則で配ったらこれに戻ればいいんだよねって考えるといいです。だから、まあここはいいとして、後ろ4分の 1t をマイナス8に掛け算したらマイナス 2t に戻るじゃないですか。だからまあ t はね置いといても、数字だけ4分の1に何を掛けたらマイナス2に戻るかなって考えると意外とやりやすいです。で、あとこれはね、普通に解いて t イコール0と8。で、今ね、t は0ないので、こっちダメだと。だから t が8って分かりました。じゃあ、最後 a を求めたいんで、これ入ってるかな？あ、ちょっと切れたね。あとはね、t のとこに代入すれば OK です。どうしようかな。右あんま使わないんで、ここ行こうか。a は入れると、マイナス8の t の2乗64なんで、約分して、これで終了となります。で、さっきその分数のくくり出しが嫌だなって思うから、多分 t だけくくり出そうとすると思うので、t をくくり出すと、中身がこうなるんですよね。こうなる。t をくくり出すだけだと。で、こっから解くこともできます。これの解き方としては、こう掛け算になっているので、こっち側から t イコール0が答えが出てきます。で、あとは、ここの部分。が0になればいいので、あとこれ解くと t8 出てきますんで、まあ、計算上どっちでもいいです、別に。個人的には他のとこでも活かせるんでね、分数、繰り出すのは覚えてほしいんですけど、もし嫌だなと、答えだけ導きたいなと思う方はこっちでやっても大丈夫です。といった感じで。
で、今回2番のが簡単です。で、2番はですね、ごめん、ペンを間違えた。よいしょ。まず関数が y イコール ax 2乗です。ここがね。で、a は負と決まっております。だからまあ下にこうなってますけど。で、あと ab の x 座標だけ分かってる。で、a がマイナス3、x 座標はね。で、b が1です。こうなってる。で、この時、ab を通る直線。ここか。この直線の傾きが3です。傾きが3。で、この時 A 求めようと。まあ、これだけの情報でやろうという感じですね。で、さっきも言った D の時にも話したように、今、この二次関数の上に A と B 乗ってます。ってことは、このマイナス3ここに代入して OK です。ね、X のとこにね。で、代入すると Y イコール QA になります。マイナス3二乗したら Q なんで。だから、Y は今 QA なんです。多分 A が残ってるとちょっと違和感がある子もいると思うんですけど、いいんです。そのまま残しちゃって。で、あっちも入れてあげると、X に1入れれば、Y イコール A となります。で、こうなる。で、今回、傾きが3。まあ、傾きとままもちろんやっても構わないんですけど、直線、一次関数なので、傾きと変化の割合って同じだよね。同じものなんです。だから、変化の割合の公式を使って解いてしまいます。ちょっとね、変化だけでいいかな。変化の割合の公式は、x の増加量分の y の増加量です。x の増加量分の y の増加量。で、これは、まあ、2個。座標が出てるので、a から b を引くよ、b から a を引くよって決定すればどっちからでも構わないです。答えは一致するから。で、今自分は、じゃあ、b から a を引くよって決めました。x の増加量っていうのは、こっちからこっちを引くって決めたので、1-3になります。これ x の増加量ね。x 座標やってるから。で、今 b から a を引くって決めたので、y の方も a から qa を引きます。なんで y って書いた？ごめん。a だ、a。失礼しました。a から qa を引くと。で、これはさっきからなんで、その a から b を引くとかさ、b から a を引くって強調してるかっていうと、これ、ふとね、あんまり意識せずにやると、でかい方から小さい方を引きたくなるんです。人って。だから、1からマイナス3引いたじゃないですか。こっち、QA から A 引こうとするんです。そうするとずれます、答えが。だから必ず、どっちからどっちを引くを決めてください。変化の割合出すときちゃんとね。で、これ今公式で出しました。変化の割合と傾きは同じものなので、結局変化の割合も3だよねっていう。で、あとこれ解いて終わり。で、こっち側が分母4になって、上がマイナス 8A になるから、約分すればマイナス 2a になります。で、イコール3。で、両辺マイナス2で割れば、a イコールマイナス2分の3。これで終了という感じになります。では、今回は受験対策動画関数の第14弾やっていきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、またね、関数も続き取っていくと思いますし、まあ、別単元もまたね、取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。